はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコース以外のコースをやっていきたいと思います。というのもね、このコースロボットコースをダウンロードするのにね上限があるんですよ。僕結構面白そうなコースをですねダウンロードしまくってて、もう他にねダウンロードできない状況になってるから、それを消化するためにいろんなコースをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。まず最初のコース、ディバインザグレートライン、クリア率は 0.93% だね。でコースをダウンロードしまくってた時、オートスクロールだけタグ選びをしてダウンロードしてたんですよね。なんで今日はオートスクロール系が多いかもしんない。さあ最初のドア入っていきましょう。オートスクロールでしょうきっと。なるほど、後ろからあいつが襲ってっていう感じね。いやまず最初しょうもねやられ方してしまったね。ここでスピンジャンプをして上に行けっていう感じか。そしてこのままここ難しくないですかちょっと。いや最近もこういう普通のコース、まあ改装コースっていうのかな、こういうコースした時にねこんなコメントがあったんだよね。いや僕のチャンネルって基本的にトロールコース専門なんだけど、トロールコースより面白いんじゃないみたいな。さあここどうすりゃいいの、もう押して右、よしさあ鼻に乗っていきましょう。でここで青に乗っていく感じでしょ。青にって何、はい、よしさあ押してよし、ここでパックンにキレン乗って土管に入れば中間ポイントっていう感じでしょうきっと。さあこっからまた青に押さ、いや中間ポイント取ったらさ、なんでか知んないけどすぐやられちゃうみたいなしょうもないやられ方することが多いんだよね。いやこれ無理でしょ、どうやってやんのこれ。いやここのリフトわかんないね、早く乗って右にジャンプ、そんな感じかな。ナイス、そしてこのまた鼻にスピンジャンプで取って一応一応スピンジャンプ、やべえ泡手が迫ってきてまた後ろの青いトゲメットマジでプレッシャー。さっきどの辺でやられたっけ、なんかオープンブロックとブラパがねいっぱいいたの分かったんだけど、なるほどここか、ここにやられたのかって、ここでオンオンして上に行くと、それじゃあ次はきっちり大砲乗っていくよ。大砲ここの場所に乗って、この大砲乗って乗って、よしよしよし、どうすりゃいいの、おりゃよっしゃさあ帰っていきなさい、青鬼よ。これでクリアかな、どうなんだろう。うわまだあんのか、次は早いじゃねえか、どうしようよこんなの、無理じゃん、絶対無理だよこんなの。いやここ早すぎるって、めっちゃ早く行ってみるね。こっから太陽に乗ってジャンプ、さあここも早く渡っていこう、でバレン乗ってここで土管に入る。絶対ゴールじゃ、なんでゴールじゃないの、次は左に行けってか、なんでお前の背中は武器か。さあ戻ってきました、今度左っていうのが難しいよね、ちょっと違うもん、ちょっと花ちゃん助けて、ね、もうこれはもうクリアできた中結構差があるよここでは。次は絶対ゴールするよ、あそこさえ抜ければね、ここさえ綺麗に入ればゴールだと思うんですよね。さあどうなんでしょうか、よしよし、はっはっ、どうすりゃいいの、どうすりゃいいの。もうこんなのトロールと一緒じゃんか。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、キノコを通ったら終わりということですね。そして制作者さん見てください、ビオキング大好きって書いてるんですよ。いやめっちゃ嬉しいですね、どうもありがとうございます。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.6% 台だったね。そんでキノコを取ったらダメというこのコース、絶対難しいと思うんだよね。いやもう終わったやんかこれ。じゃあ速攻で右に行ってキノコを回避しろっていう感じだね。そんでここは上のキノコが右に行ったらジャンプして左に行こうか。うわどうしようここ、なるほど、一旦下に避けてキノコが左行った瞬間ジャンプして避けろっていう感じだね。さあ難しそうだな、ここ右から行ってみようか、右から行きますね、このタイミング、このタイミング、うわむずっけ。いやでもクリア率 0.6% はこんなもんじゃないと思うんですよね。ここはどうやって行こう。よしここキノコ出てくんじゃないのかな、いやこのキノコが出たところで、うわなるほど、この赤い音符からキノコ出ないから、この赤い音符を踏んでいけっていうことだろうね。でさ、気になったこと一つ言っていい、あの右の扉何あれ絶対魂要素かなんかつけてるでしょこのコース。そんじゃあこの下だよね、この下は赤い音符ブロックをきれいに
踏んでいきたいと思います。やったね。さあここでキノコ出しておこうか。出まくれ出まくれ。もう当たんないんですよね。じゃあここはなるほどちょびちゃんでいけっていう感じだね。いやクリア率 0.6% 台だからね、めっちゃ難しいのがね最後らへん来ると思うよきっと。ここはまあ緩いね。これはまあ簡単だよ。でここも下に行った時にあのマリオ通ればいいだけでしょ。ナイス。あれまあまあ無事中間取れてるからね、こっからドアに入ってさらなる段階が待ってると思うんですよ。いや結構簡単だね。なんか 0.6% 台って言ったらさ、あの身構えちゃったんですけど、ここはあっ、いやこれはまずい。いやここ難しそうだな。あの風のところ、ここがマジで一番難しいと思うよ。どうしたらいいの。じゃあドア出た瞬間すぐ右にダッシュしていくね。なるほどこれでよかったのか。じゃあこのまま上に進んでいきますね。大丈夫、ここではまだキノコ取りませんよ。よし、さあ次の扉入っていきましょう。いや面白いコースだったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース1-1 But everything is breaking って書いてるんですけど、サムネを見る限り床がないんだよね。この床がない状態で1-1をクリアするというぶっ飛んだコースですね。それじゃあ早速やっていきますか。まあでもクリア率は 1.97 だからね、鬼畜っていうわけじゃないと思うんですよ。え、デカマリオのままゴール、どういうことだろうね。あ、最初にこのデカキノコもらえるんだ。いやこれジャンプしたらブロック壊れるよね。なるほど、コース名のブレイキングっていうのはそういう意味だったのか。じゃあまあ普通に右に行ってみるね。なるほど、これ一回ジャンプして着地するときはね、なんかコース判定になんないんだよね。なんでここ一個ずつ壊していくみたいな、多分そんな感じなんじゃないかな。いやしかもよく作られてんな、ここ4つ目の土管を意識してんでしょ、あの1-1の。そんでここ一気アップの場所みたいな、そんな感じだと思うんですよ。でここで右にジャンプ届け。じゃあここ一旦走ってジャンプしてみるね。これでいける、クリボン邪魔しないで。ビビってしまったじゃねえか。この方いろんな1-1を作ってるんだけど、1-1だけしかないんだよね逆に言えば。それなのにこんなに発想がいろいろ出てくるもんなんだね。じゃあここは右に行きます。邪魔すんじゃねえ。それじゃあここ右渡ったらね、クリボーが来るからね、クリボー倒します。ほっ、あ、あ、あ、むやみにジャンプしたらいけないね。さあここもどうやって行こう。うわここ無理なんじゃないの。どうしよう、ジャンプして真ん中のハテナブロック乗りでシャクシャンでいきます。よし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 。さあこっからだよな、どうすればいいんだろう。一旦ハテナブロック壊しておく、そんでここも壊して右に行く。あどうしよう、これ絶対やられるよね。右に走っていくよ。頼む頼む、やった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 。待って、危ない危ない。よしよしよし、このままゆっくり行こう。これでもうゴールできると思うんだよね。よしよしよし、奇跡が起きました。ここでちゃんと行けばゴールできました。これはマジで楽しい。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。まあ一発マリオっぽいよね。でこのコースですね、3、4ヶ月前ぐらいからリスナーさんからクリアしてくださいって言われてて、ずっと忘れてて、今日はやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。まあ一画面コースで P スイッチを全部踏んでゴールすればいいだけと思うんですけど、まあゴール条件もそんな感じだったね。それじゃあここはどっから踏んでいこうか。まず右の方から。いやこれ一見難しそうに見えるでしょ、こんなに針がいっぱいあったら。でもそんなことなくって、 P をちゃんとこうやって踏んでいけば、はにゃー。いやこれ難しいね、さっきと言ってることとね全然違うけど全然撤回します。いやこれいけたんじゃないの、一番右下の P さえ踏めば。確かここら辺にあったよね、ここで、はにゃー。あの一番右下の P があるじゃん、あれを踏むときね勢いがついてないとね左に渡れないっぽいんだよね。なんでここでちょっと勢いつけるわ。ほっ、よし、結構花の当たり判定あんなでかかったっけな。
いやお前悪いんだってもう。いや正直舐めてた。僕らぐらいだったらねすぐクリアするって思ってたんですよ僕。自分の腕の未熟さをこのコースを持って知りましたね。じゃあここでジャンプジャンプ、よっしゃ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ドンとジャンプというこのコース。まあタイトルの通りね、ジャンプをしたらいけないと思うんですよ。一回地面から離れたらちゃんと でしょ。それじゃあ僕片手でやりたいと思います。いやしかもオートスクロール系かよ。一旦ここ滑っておくれ。いやどうしよう、これは壁に乗らなきゃいけないみたいな。いやでもジャンプしてしまうよね。このちくわブロック乗って左。なるほど、そういう感じか。え、これどうすりゃいいの、走ってっていいのかな。よし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 、片手じゃないね、嘘つきましたね。で今回はこのクレーンに当たったらいけないんでしょう。当たったら捕まっちゃうもんね。頼む当たらないで、よしうまい。さあ次はガリガリ地帯、ジャンプをしないで抜けましょう。ジャンプをしないっていうだけでもうこのマリオの難易度がね相当上がっちゃうんだよね。これはどうなんだろう、下に捕まって、下に捕まってどうするのこれ。上のあのガリガリじゃねえや、このブランコ乗っていけみたいな。そしてこのどこの興奮でもう一回ブランコ、よしよしよし。そして次はどうするんだろうね、ツタに捕まる、はい。まるでサスケ、うわここぶつけーぞ、よし見て、うわダメじゃねえか。ここ多分バネを利用してゴールしろっていうことだろうね。いやでもさ1回でゴール前まで行ったのなかなかすごくない。ここなんだよな、ここが難しいんだよな。頼む、よしよしよし、このまま右に見つけるって。ここマジでちょっと練習してみて、こっからこう来るでしょ。で、あの下の座、あの丸々の右上らへんに乗らなきゃいけないと思うんですよね。お、来た来た来た、こんな感じか。あーなるほど、次でいけるよきっと。いや次こそ絶対行ってみせる。さっき練習したもんね、しっかり。こっから乗って、よし右上右上右上右、よしで、あんたこ右上、こっから右上、はい。最後の丸々地帯が一番難しいね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、70秒スピードランガーネットキャッスル。めちゃくちゃサムネかっこよくないあれ。なんかさドラクエの盾とかで出てきそうな感じの見た目だよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.88%、 なかなか難しいな。しかも70秒って言ったらめっちゃ長いよね。とりあえず右を出発してスタートするね。で、まあ、コインの通りに行けば、なるほど、速攻クルリン2回しなきゃいけないのね。まあでもヒット書いてるからね結構わかりやすいね。ここでクルリン2回、そんでここは何もしないで、ね、ヒップドロップのジャンプ、ずやべえよこれマジぶつけーよ。こんな難しいスピードランめったにやんないからね。でここで3段ジャンプが必要だって、ここで Z か。でこのまんまビヨーンしてどこに行けばいい、どこに行けばいいの、でどこに行けばいいの、こっちでいいんですか。よし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 、まあなんとか抜けたでしょ。えどうする、ここで投げてもう一回ジャンプしてクルリンみたいな感じかな。いやてっきりさなんかクルリンのマークあるからさ、こっくりしない、いや一回しなくちゃいけないね。そしてここはジャンプ、ナイス。でこのままビッグコインを何個、これ5個かな、5個ぐらい取ってこのまま右に進めた。そしてここは Z で上に行く、よしうまい。ここ壁キックしなくちゃいけないのかな、どうなんだろう。ちょっと遅れてしまいましたけど、ここは上でから抜けていこう、しっかりね。でヒップドロップ、あれ戻ってきたよ、管理は。こっからなんか変わってるね。で実はねこのコースもねツイッターで DM が来てたんですよ、このコースクリアしてくださいって。多分制作者だと思うんですけど、ピオキングさんなら楽勝でしょうか。僕のことちょっと過大評価しすぎじゃないですかね、そんなに上手い方じゃないんだよマジで。でここでさっき青ブロックに変わってたの気づかなかったからね。でここで上に行ったら何かある、どうなんだ、下に行きますね。で走っていこう。いやもったいね。今んとこでやられるのはマジでもったいね。今やられたところのさ右上に鍵扉あったじゃん、あの鍵扉がさゴールだったらいいんだけどね。ただこのコース70秒あるんだけど最速が57秒だったんだよね。なんであと残り13秒余る計算になるから、時間に余裕は持たせてるようなコースだと思うんですよ。でも僕がやっちゃうとね多分70秒ギリギリぐらいになっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。それじゃあさっきこの辺でやられたよね、ここで勢いつけてダッシュして右に行く、多分これでいける。あそこでちょっとつまずきすぎました。さあね
わ、わかるかじゃあこのドア入ったら左おしっぱで壁キックだよね。こうでジャンプして、どこゴール、どこ、ここで合ってる頼むゴールで合ってる。なんで違うの、どうしないの、このままセットなんか適当に言ってる、なんかなんとなくでいけてる、すごくないですかこれ。ここでヒップドロップすればいいんですかね。ほっで戻る、戻ったゴール、えゴールあるの、ゴールあってどこ、右が怪しい、行き道書いてくれよ次は絶対ゴールするよ、ここでヒップドロップしてそしたら時間がねえんだって、やべ3秒しか間に合うから、3秒、2秒、1秒絶対次こそ行く、このカロンがヒップドロップ、よし残り8秒、さっきより5秒も余裕があるもんね、これはいけるよ、ゆっくり行こう、ここでヒップドロップかますでしょ、でバネに当たってゴール、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。